じゃあ最近好きなゴルフ選手は越雲みなみさんです。サッカー小僧の沼大輝です。お願いします。今回のテーマは前回の動画の続きで、サンガアカデミー出身の選手でベスト11作ったらそこそこ強いんちゃうかっていうのを考えていきます。前回の動画見てない方はまずこちらから見に行ってください。お願いします。では行きましょう。右サイドハーフは伊藤優太くんです。優太くんは左利きの完全にドリブラーっていう選手なんですけど、ジュニアユースの時に試合見てて、あのドリブル見てワクワクしてました。まあ少し私生活には難ありっていう感じらしいんですけど、トップの練習僕が行った時にユースの僕と積極的にコミュニケーション取ってくれた優しい先輩でございます。今はなんて読むんかわからないんですけど、 RWS ドリブル塾の京都滋賀支部の代表を務めているみたいで、個人レッスンしてくれます。絶対に上達できると思うんで、ドリブル上手くなりたいって人ぜひ一度行ってみてください。お願いします。左サイドは僕がベスト11の中で一番お世話になっている奥川雅也くんです。雅也くんとは中学生の頃からの付き合いで、もうその頃からレベル違うかったっす。おかしかった。僕が中2で雅也くんが中3の時によく一緒に試合してたんですけど、もうしょっちゅう怒られてました僕。やけど僕右サイドバックやってて、雅也くん左サイドハーフで、まあ、よく練習とかで対人やってたんですけど、もうその練習で対人能力めっちゃついたと思ってます僕は。その頃はね、今はもうそんなんやけど。んで高校の時はフォワードやってて、僕がもう A パスしか出てこん。雅也くんにフォワードとしての能力引き出してもらったと言っても過言ではありませんし、雅也くんがあそこまで僕の能力を引き出してくれたからこそ僕はプロになれたと思ってます。今はドイツのブンデス1部ビーレフェルトというチームに所属していて、昨年は日本代表にも選出されたんですけど、コロナの関係で招集見送られてしまいました。残念。でもいずれは絶対に日本の核として引っ張っていってくれると思うので、雅也君これからも応援してます。頑張ってください。そして2トップは久保優也くんと宮吉拓海くんです。もうこの2人は外せなかったですね絶対に。久保くんも宮くんもユースに所属してる時からトップで活躍してて、もう憧れの存在でした。久保くんとは僕2016年初ゴール取った後ぐらいに、久保くんについている代理人の方から僕に連絡があって、ぜひ代理人やらせてほしいっていうことで、まあ、久保くんに紹介してもらって、そこからのお付き合いになるんですけど、2018年の春に J グリーン堺で、まあ、セル君と僕と久保くんと3人で自主キャンプしたりご飯行ったりと仲良くしてもらいました。その時はちょうどワールドカップの代表選出時期であって、残念ながらワールドカップに久保くん行くことできなかったんですけど、間違いなくアジア予選突破できたのは久保くんの力あってこそやと思うので、これからまた代表入ってほしいなと思います。今はアメリカのシンシナシティというチームに所属していて、これからの活躍期待しています。宮くんとはトップで一緒に戦うことはなかったんですけど、僕がユースの時にトップの練習参加したりした時にいろいろと吸収させてもらいました。シュートもそうやし、足元の技術、そしてポジショニングの良さと、もう学ぶところがたくさんありました。今はサンガで J1 昇格に向けて戦ってて、宇高選手との連携は広島時代からもそうですけどピカイチやなって思います。
後半戦も始まって1試合1試合大事な試合が続きますけど、体には気をつけて絶対 J1 昇格してください。応援してます。前回の動画でもお伝えしましたが、ムードメーカーの選手、そしてスーパーサブの選手2人追加で決めてきました。ムードメーカーは峰和樹くん、そしてスーパーサブは俺、沼大輝です。ごめんなさい、田村亮介くんです。サンコンこと和樹くんはですね、僕が高3の時にトップの練習とか練習試合行った時に一番仲良くしてもらいました。まあ、ポジションもフォワードで一緒やったっていうこともあったし、まあ、その頃デコボココンビとしてツートップ組まさせてもらって、めっちゃ俺のことを生かしてくれました。そしてムードメーカーとして選んだのにはやっぱり練習中周りの先輩方から強烈ないじりが面白くて、それでチームの雰囲気も良くなってたんで選ばさせてもらいました。今はYouTuberとしてサンコンは今日も鍛えます丸というチャンネルで YouTube やってはります。俺も負けじと頑張ります。皆さんぜひそちらのチャンネルもご視聴お願いします。そしてタム君はユースの時からほんま可愛がってもらってて、トップ昇格した時もお世話してもらいました。タム君といえば圧倒的なスピードと半端ないおもろさです。サガン鳥栖に所属している時にアトレティコと試合してはったんですけど、あのサイド突破してクロス上げて相手のオンゴール誘発したシーン、もうあれ頭の中に焼き付いてます。あとは2017年のジェフとの試合でのミドルシュート、最高っす。普段から笑かしてくれるあのおもろさはサポーターの方が思ってる以上にタム君面白いっす。流星君との絡みまた見たいですね。今は韓国2部のなんて読むかわからないんですけど活躍されていて、たまに連絡もくれます。ほんま優しい先輩ですね。これからも応援してます。頑張ってください。以上で前編後編と13名の選手かな紹介してきましたけど、やっぱすごいっすよね。サンガのユース、ジュニアユースって、まあ、アカデミー世代でもやっぱタイトル取ってるし、まあ、育成のコーチたちが素晴らしいのもあります。ほんま僕も育ててもらって感謝してます。次回の動画はですね、まあ結構あのね、言っていいラインかどうか微妙なところもあるんですけど、サンガ2016年から18年の少し深い闇の部分喋っていきます。どこまで喋れるかわからないですけど、ぜひ見に来てください。ということで今回の動画は以上となります。また見たいと思っていただいた方、高評価の方よろしくお願いします。そして初めて覗きに来たよって方や、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上、サッカーことの沼大輝でした。バイバーイ。